う始まったわね。あんたの物語が。あんたの物語がバッドエンドになるか、ハッピーエンドになるかは、神のみぞ知る。ただまあ、基本的にあんたは状況に振り回されるばっかりで、ぶっちゃけ置いてけぼりになると思うから、私の方から色々補足してあげる。そのために、この幕間の私との対話があるわ。あんたにとっては夢みたいなものだし、すぐに忘れられちゃうんだろうけど、ちょっとでも何かが残ることを期待して言葉を紡いでいくわ。ともあれ、まずは前提から。記憶喪失の主人公であるあんたと従者のコッコロタンは約1ヶ月間ランドソルで日銭を稼ぎながらホテル暮らしをすることになったのよ。ちなみにコッコロタン以外の子ペコリーヌちゃんたちとはホテル暮らしを始める前に一旦お別れしてるわ。同じ町で暮らしてるし、たまに会ったりはしてるみたいだけどね。その間にあんたはたくさんの女の子たちと出会っているの。数えてみたらだいたい40人以上の女の子たちとね。そして会話し交流し、どんどん仲良くなってるわ。え？そんなの記憶にないって？本当にそうかしら。よーく思い出してみて。ちょっと真面目に記憶をひっくり返して探してみれば、あんたと女の子たちとの出会いや交流の物語が見つかるはずよ。彼女らの発言の中に聞いたことがない単語なんかが出てきても、あんたはもしかしたらどっかでその単語を聞いて意味を教えてもらってるかもね。それらの情報やあんたの経験を組み合わせて、あんたはこの世界やあんた自身が抱えてる謎を解いていかなくちゃいけない。あんたがあんたであるためにね。そしてこの歪んでおかしくなってる世界を正すために。おっと、最初からダラダラと喋っちゃダメね。長話はこれで一区切りにするから、あんたはあんたの物語を満喫しなさい。あんたの人生をね。道に迷ったら私が導いてあげるから。主様、大変申し上げにくいのですが、もうお金がございません。故郷を出立する際に長老よりロギンを頂戴したのですが、さすがに底をついてしまいました。ランドソルは都会でございますしね、物価が高いのです。それでもなんとかやりくりして安宿を探したり、自前で食材を調達したり頑張って節約しておりましたけれど、もうお財布が空っぽでございます。なので主様、私働きに出てもよろしいでしょうか。なるべく主様の元を離れて行動したくはございませんが、私お仕事を探して賃金を頂戴し生活費に充てたいと考えているのです。主様はごゆるりとお心のままにその辺で遊ぶなり、おいしいものを食べるなりしてくださいまし。これは本日のお小遣いでございます。どうぞ。それでは失礼いたします。夕刻には宿に戻りますので。いかがいたしました、主様。顔色が優れないようでございますね。慣れない環境でしょうし、体調を崩されたのでしょうか。心配です。それともお小遣いが足りませんでしたか。すみません、先ほど渡したのが残りの手持ちのお金のすべてなのです。仕方ありません。私の装飾品などを売ってお金に換えてきますね。主様、急に抱き寄せられては困ります。公衆の面前でございますから。
いかがしましたか？私がそばにいないと心細いのでしょうか？ふむ、主様も働きたいと。労働などの苦役はすべて私が担いたいのですけれど、人に働かせて自分だけ遊ぶのも罪悪感がございますか？それが主様のお気持ちでしたら私は尊重いたします。主様はお優しい方、二人で稼いだ方が効率的でございますしね。ではそうしましょうか。この広場に求人情報などが貼り出された掲示板があるはずでございます。その掲示板にて私、良い感じのお仕事を探そうかと考えております。そんな方向で主様も構いませんでしょうか？では早速。ああ、あれです、あちらが九段の掲示板でございますね。派手に転倒したようですが。あ、いたたた。ごめんなさい。大丈夫です。ご心配なく。張り紙をしようとして踏み台の上で背伸びしてたら、うっかりバランスを崩しちゃいました。ダメですね。スズメったらドジで。スズメ？恥ずかしいところを見られちゃいましたね。主様、お知り合いの方でございますか？あ、はい。この方には以前ちょっぴり親切にしていただいたんですよ。こちらの子はあなたの妹さんでしょうか？やだ、可愛いですね。お嬢ちゃんおいくつ？今日はお兄ちゃんとデートですか？妹ではございません。主様にお仕えしているコッコロと申します。そうですか。では私と同じような感じなんですね。同じというと？スズメ様も主様にお仕えを？いや、違うんです。ごめんなさい、説明が下手で。私はご覧の通りのしがないメイドなんですけどね。とある高貴な方にお仕えしてるんです。今もお嬢様、その方のお仕えでお仕事を手伝ってくれる人を探してたんですよ。見てください、これ頑張って作った求人の張り紙。ふむ、引っ越しのお手伝いですか？荷物の梱包とできればそれを運搬する馬車の護衛も。簡単なお仕事ですけれど、かなり破格の報酬でございますね。うちのお嬢様は基本的にドケチ、いえ、倹約家なんですが、お金を使うべき時には大盤振る舞いしがちなんです。この掲示板に用があったんですよね。職探しをしているならよろしければこのお仕事を受けていただけませんか？もちろんご都合が合えばって感じですけど、全然知らない人よりは面識のある人に頼んだ方が安心ですから。ほう、渡りに船ではありますし、かなり条件もいいのでお引き受けしてもよろしいのですけれど、私の一存では決められません。どうしますか、主様。え、どういうことでしょう。ああ、
先ほどスズメ様が転んだ拍子に主様に馬乗りになっていらっしゃいますね。崩してまた転びましたね。もはや馬乗りどころか主様と絡み合って寝そべっている感じに。本当にドジな方なのですね。これでは荷運びなどには苦労するでしょうし、確かにお手伝いが必要かもしれません。いただきます。どうぞ召し上がれ。えへへ、移動しながらの食事になっちゃってすみません。馬車の手配に時間がかかってしまって、バタバタと出発するしかなかったんです。近頃この辺は物騒ですから、一時的によその町に疎開する人がいたりとかで、なかなか馬車が調達できませんでした。ダメですね、段取りが悪くて。お嬢様にもいつも叱られるんです。ちゃんと準備万端整えてから動きなさいって。ふむ、引っ越しをするということですし、馬車は必要です。私たちは暇ですので、時間がかかってもさほど迷惑ではございませんし。ご不便をかける分、今回のお仕事が終わるまでの衣食住は保証しますので、たっぷり召し上がってくださいね。さあどうぞご遠慮なく。早起きして作ったんです、サンドイッチとか。恐縮です。すみません、ご相伴に預かってしまって。私たち手持ちのルピが尽きかけておりまして、その日の食事にもことかくありさまなのでございます。うんうん、だからお仕事を探してたんですもんね。ダメですよ、お兄ちゃんなんですからしっかりしないと。妹ちゃんにきちんと食べさせてあげるのはお兄ちゃんの義務ですよ。いえ、あの、ですから私は主様の妹ではございません。このサンドイッチ、何やら独特な味わいですね。あ、すみません、私ったらメイドなのに料理が得意じゃなくて。お口に合いませんでしたか。いえ、私がこの地方の味付けに慣れていないだけでしょう。主様はパクパク召し上がっておりますし。美味しくなかったら無理して食べなくていいんですよ。ただ目的地のお屋敷までは半日ほどかかりますので、何か胃に詰めておいた方がいいんですけどね。あ、そうです、料理が美味しくなるおまじないがあるんですよ。両手でハートマークを作って、へい、美味しくなれ。それは何かの魔法とかでございますか。いえ、単なるおまじないです。気休め程度には美味しくなるはずです。はあ、気休め程度でございますか。おや、私の食べかけのサンドイッチがありませんね。主様、食べちゃったんですか。たくさんサンドイッチはあるんですから、横取りしちゃダメですよ。あれ、あなたが食べたんじゃないんですか。ということは、私のおまじないに破壊光線っぽい威力があってサンドイッチを消し飛ばしちゃったとか。
あ、おや？荷造りのために用意した空き箱の中に女の子がいますよ。そこから手を伸ばしてサンドイッチをかすめ取ったっぽいですね。もしもし、どちら様でしょう？どうしました？空き箱の中に密航者でもいたのですか？密航者というか無賃乗車というか、困りましたね。どうしましょう。馬車を借りる際に交わした契約上、事前に申告した以上の人数を乗せたらダメなんです。割増料金取られちゃいます。でもちっちゃい子みたいですし、お外に放り出すのもかわいそうですよね。お嬢ちゃん、そこで何してるんですか？ちっちゃくない。私はちっちゃくないぞ。ちっちゃいですけど、無賃乗車はいけませんよ。悪いようにはしませんから、事情を話していただけます？家出とかですかね。あやねちゃんと同じような、こんなちっちゃい子が一人旅ってわけでもないでしょうし、どうしましょう。だからちっちゃいって言うなよ。ん？あ、お前知ってるぞ。前に会ったことがある。え、スズメとですか？サレンディア救護員の子供じゃないですよね、あなた。どなたかと間違えているのでは？そう、スズメ、そんな名前だった。ここで会ったが100年目。おい、お前は私のことを覚えてるか？心配したんだぞ。ふむ、主様とお知り合いなのですか、あなた。主様はなぜか女の子のお知り合いが多いようですね。どけ、お前は知らん、邪魔だ。それよりお前だよ。どこで何してたんだ、これまで。会いたかったぞ、プリンセスナイト。プリンセスナイト？あなた、プリンセスナイトの関係者なんですか？私もプリンセスナイトの参加ギルド、サレンディア救護員に所属しているんですけど。それ関係でどこかでお会いしたとかですか？違う、プリンセスナイトはギルド名じゃない。どっかで変なこじつけが行われたんだ。そうじゃない、プリンセスナイトっていうのは。まずい、この嫌な感じ。お前ら今すぐこの場所から飛び降りろ。え、死ぬぞ。あちゃー、出力の調整ミスったかな。馬車が吹っ飛んじゃったね。
んじゃったねじゃねえよ。ふざけんな。あの馬車には無関係な一般人も乗ってたんだぞ。いやいや、無関係だと断定はできないでしょう。どうも盗聴魔法で聞いてた限り、ムイミちゃんは馬車に乗ってた他の連中と顔見知りっぽかったしさ、あの子を逃がすために馬車を用意したりとかさ、協力した仲間って可能性もある。まとめて動けないようにしちゃえば余計な手間が省けるよね。可能性ってだけだろうが。どうも他の連中は無意味のことを知らなかったみたいだしさ、可能性の話をするなら無関係な一般人って可能性の方が高えんだよ。あんたのおためごかしにはうんざりだよ奥藤先輩。こんなことなら頼みを聞いてやるんじゃなかったぜ。あー胸くそ悪い。いいかよく覚えとけ、私はな殺し屋じゃねえんだよ。落ち着いて、鼻息荒くしないでよワンちゃん。それよりもどうも連中ギリギリで爆発を回避したっぽいし、こっからが本番だよ。お仕事に集中しよう。私は抜ける。付き合いきれねえよあんたには。ああよく言われるよそれ。僕お友達ができないタイプなんだよね。どうしてかな。一応愛想よくしてるつもりなんだけど。自分の胸に聞きやがれクソが。缶はついてこい、現場に急行すんぞ。爆破された馬車の残骸から生存者を救出する。待って待って、僕も一緒に行くよ。正直ムイミちゃんの生死はどうでもいいんだけど、あの子が盗んだお宝を回収しなくっちゃね。死ぬかと思いました。右に同じでございます。間一髪でしたね。主様はお怪我はございませんか？それは幸いでございました。主様がご無事でほっといたしました。しかしまあ、危うく馬車ごと爆死するところでしたね。何だったのでしょう、大爆発が発生したようですけれど。わかんないですけど、怪我した人がいたら私が手当てしますので。お嬢様が心配して傷薬とか持たせてくれたんです。治療符は、ああこれはビリビリする雷神のゴフでした。自分で回復魔法を使った方が早いですね。呪文。静かに、スズメ様。どうも、まだピンチは継続中のようですよ。なんか周りにたくさんの人影が。盗賊？馬車を襲撃して金品を奪うならず者ですか？あれは、ビーストでしょうか？ってことは、動物園？どうしましょう。うちのギルドの母体になっているプリンセスナイトとは犬猿の仲なんです。動物園が戦争を仕掛けてきたとかですか？だとしたら盗賊に襲われるよりもずっと非常事態ですよ。あのスズメ様、それどころではないかもしれませんが、この方の治療を頼めますか？私たちを馬車から引きずり出して緊急避難させつつ、爆風からかばってくださいましたからね。その分自分の身を守ることがおろそかになったのでしょう。命の恩人ですね。かわいそうに、まだこんなにちっちゃいのに。死んじゃダメです。元気になーれ。回復魔法。お前
逃げろ。ごめん、巻き込んじゃって。あいつらの狙いは私だ。お前らは無関係なんだからな。私を治療なんかすると仲間だって誤解されるぞ。いいんだ、私は一人でも大丈夫だから。もう慣れたからさ。喋っちゃダメです。えいえい、回復魔法。ふう、今だけはどじらずにちゃんと成功して。応援してくださるんですね。ありがとうございます。あなたに応援されるとなぜか全身からパワーが湧いてきます。ちょっと余計なことをしないでくれる？せっかくラッキーなことに標的の無意味ちゃんだけを動けなくできたっぽいのにさ、余計な手間かけさせないでね。動かないで、君たちは包囲されている。オクト、気安く呼ばないでね。仲良しだって思われちゃうじゃん。僕ってそれなりに高貴な家柄なんだよね。泥棒と友達だって勘違いされたら困っちゃうんだ。ねえ、そこの君たち、誰だか知らないけど、その子を引き渡してくれない？あんまり無駄に疲れたくないんだよね。簡単に片付けちゃいたい。その子、無意味ちゃんはね、僕の屋敷からお宝を盗んだんだ。ほら、その王冠の形をしたブローチなんだけどね。それ取り返さないと父上に怒られちゃうんだ。大事なものなんだよね、僕にとっても。僕を唯一愛してくれたおばあ様の形見だから。そうだったのか、オキト。お前はそういうこと全然言ってくれないんだもんな。そんなに大事なものならなんで私なんかにくれたんだ？くれたって何なの？盗んだんでしょ？君、ずっと僕の屋敷の周りをうろちょろしてたよね。怪しいと思ってたら、やっぱり泥棒だったんだ。盗んだんじゃない、くれたんだ。お前は覚えてないんだろうけど、拾われっ子で本当の誕生日が分かんない私が、他の子が誕生日祝いをしてるのを羨ましがってたらさ、じゃあ今日を誕生日にしようかって。一応女の子なんだし、こういうの好きでしょって。なんで私にくれたんだ？大事な、お前が大好きだった人の形見なんだろ。ああ、妄想の話面白いね。僕が君なんかにプレゼントをするわけないでしょ。君って僕の嫌いなタイプだし。なあオクト、本当に全部忘れちゃったのか？おっと、つい雑談しちゃった。しっかり日が暮れてきちゃったね。もしかして怪我の手当てが済むまでの時間稼ぎだったのかな。ダメだな、僕ってのんびり屋さんでさ。ああそうだな、だからせっかちな私とはいいコンビだったんだけどな。あのさ、何なのそれ。まるで僕とは以前から知り合いだったみたいに言うけど、妄想癖もひどい場合はお医者さんの世話になるべきだよ。君のことを調べたよ。あんまりにも目障りなんでさ。まだ保護者が必要な年齢だろうし、さっさとお父さんお母さんに引き取ってもらいたくってね。君って戸籍上は何かの実験施設の研究員の娘ってことになってるよね。その施設の人がね、君を回収したがってる。僕調べ物とか得意だからさ、いろいろ分かったんだけど、君って
いわゆる実験動物みたいなものなんでしょ。そんな自分の立場を嘆いて脱走した感じ。まあ君の事情になんか興味ないけどさ、ただね、いつまでも屋敷の周りをうろつかれると鬱陶しいしさ、僕はそんな君の捕獲っていう依頼を引き受けたわけ。まあ利害の一致だよね。ちなみに依頼人は君を回収する際に生死は問わないって言ってたから、あんまり面倒をかけるならサクッと始末して死体を依頼人に届けてお仕事完了ってことにするよ。だからあんまり手こずらせずにさっさと諦めて僕に確保されてくれないかな、無意味ちゃん。私は無意味じゃない。この世界では私は無意味じゃないんだ。君を、私の人生を見つけたんだ。お前が教えてくれたんだ、北斗。めんどくさがりで優しくなくて、でも私が大好きだった相棒、たった一人の相棒。忘れちゃったみたいだから改めて教えてやる、名乗ってやる、何度だって。よーく耳をかっぽじって聞け。私はノイムだ、エターナルソサイティのカレードスコープのラウンドテーブルの、ううん、お前の相棒のノイムだ。無意味じゃない。ノエム、ノエム、ノエム、ノエム。ああ、ごめんね、やっぱり知らない名前だな。きっと妄想と現実の区別がついてないんだね、かわいそうに。思春期にはありがちだよね。でもなんか君の声を聞いてるとイライラするからさ、その口をちょっと閉じてほしいな。もうおしゃべりは終わりね、さっさと回収して依頼人に届けちゃうから、僕の人生からバイバイして。おい、お前らだけでも逃げろ、時間ぐらい稼いでやる、巻き込んじゃったお詫びにな。さあ来いよキト、お前はいっぺんぶん殴ってやろうと思ってたんだ。ひゃー、無茶しないで、傷口開いちゃいますから。どうしましょう。ふうむ、逃げろと言ってもらえたのですし、そのお言葉に甘えて退散したいところですけれど、なんだか放っておけませんね。いかがしましょう、主様。はい、そうですよね、わかります。アメス様の託宣によると、主様は困っている女の子を置き去りにして逃げ出すような方ではありません。おい、そこにいるのは。おお、また新しい女の子が。やはり主様のお知り合いですか。主様、たった1ヶ月そこそこのうちに一体何人の女の子と仲良くなられたのですかね。さようですか、アメス様からの託宣の通りです。本当に節操のない、まったく主様。おい、どういう状況だこれは。馬車に乗ってたのはお前だったのか。ここは危ねえぞ、避難しろ。そちらが襲いかかってこなければ私たちも平和な馬車の旅を楽しんでいられたのですけれど。仕方ねえだろ、仕事だ。問答無用で乱暴な手段に訴えることになったのは申し訳ねえけど、全部あのアホが悪い、北斗先輩がよ。先輩、とにかくお前らだけでも逃がしてやるから、せめて安全なところまでついてこい。自己紹介とかはまた後でな。おっと、あっぶねえ。なんだ、いきなり矢が飛んできたぞ。
また来年。避けられちゃいましたね、不意打ちだったのに。ビーストは管轄機が発達してるからね。背後からこの距離から狙撃したのに反応できたのは単純にあの犬っぽい子が優秀なんだろうけど。えへん、お姉ちゃんのワンポイントアドバイス。一発で仕留められる場合は稀なので、矢は急所を狙って最低でも2発、可能なら仕留められるまで何発でも打ち込もう。勉強になります。それじゃあ助言に従って攻撃を続行。いつかお兄ちゃんに出会える日を夢見て。撃つべし撃つべし。なんであいつめちゃくちゃ矢を乱射してきやがる。私たちを狙っているということはあなたの仲間ではないのですか。知らねえよ。少なくともビーストじゃねえし、私の仲間じゃねえ。なんなんだよ畜生。姫さんの占い通り今日は薬味か。こら、なんだよてめえらは。やぶから棒に喧嘩を売ってんなら私が買ってやるぜ。かかってこいや。こっちもむしゃくしゃしてんだよ。てめえらどこのギルドのもんだ。ふっふっふん、問われて名乗るもおごぽごですが、みんなリノちゃんは多分おこがましいがって言いたいの。それです、しずるお姉ちゃん。改めて問われて名乗るもおこがましいが、私たちは世界の謎を探求する秘密結社ラビリンス。あなたたちに恨みはありませんが、ちょっと介入させてもらいます。今そこのノエムを回収されてどっかに隔離されると困っちゃうので。ミノちゃん、秘密結社なのに堂々と名乗るのはどうかと思う。さあ、うわっ、頭突きは勘弁してください。お姉ちゃん痛いから。あと内緒にしとくべき私たちの目的をペラペラ喋るのもダメだ。さあ、いやだから頭突きはやめて。勘弁してください。お姉ちゃん反省しましたから、リノはいい子になりましたから。なんなんだあのスチャラカな二人組は。ラビリンスだ。聞いたことがねえギルドだな。秘密結社とか言ってやがったけど。おっと、油断たい焼きです。お姉ちゃん援護しますので目標の確保を。ラジャー。でもたい焼きじゃなくてたい敵だと思うぞ。まっすぐ突っ込んできやがった。いい度胸じゃねえか。来いよ、受けて立ってやる。こっちとらビーストだからってノウサギみたいに無抵抗で駆られてやるほどお利口さんじゃねえからな。お前たちは下がってろ、危ねえから。怠慢勝負だこんにゃろ。状況が混沌としてきましたね。主様、スズメ様、こちらへ。あれ、弟くんだ。よく会うね。もう女の子に守られてるなんて情けないぞ。すっとぼけたお返事、とっても弟くんっぽい。会えて嬉しいよ。あの方とも知り合いなのですね、主様。なんというか全世界の人類すべてと面識があるような勢いですね。
ふふん、弟くんは特別な存在だからね。大いなる運命の流れの真ん中にいるの。そういう主人公っぽい子なんだ。だから仕方ないね。おっと、ごめんね。今回の目的は弟くんじゃないから。ちゃんも今はちょっと遠慮してほしいな。遊んであげてもよかったけど、また今度ね。うわ、こいつ私の斬撃を受け止めて、その勢いを利用してめちゃくちゃな距離を飛び上がった。言動はアホなのに意外と強えじゃん。面白えな、楽しくなってきちまったよ。待てこら、もっと遊ぼうぜ。遊ぶのはまた今度ね。ハウスして。しつっこい女の子は嫌われちゃうぞ。懐いてくれるのはちょっと嬉しいけど、私の狙いはこっち。とりゃーお姉ちゃんキック。え、僕ちょっと待って、一度にそんな何人も相手にできないって。僕はご覧の通りの頭脳労働専門で。うぎゃあ、北斗大丈夫か。あなたこの男の子と戦ってたんじゃないの？どうして心配するのかな。お姉ちゃんピンときた。さては恋だね。何を言ってるんだ、何なんだお前は。あなたならラビリンスって名前を聞いたら大体理解できるんじゃない。ま、お話は後でね。お姉ちゃんチョップ。ぬぐむいみちゃん、くぅ、首筋に死闘を叩き込んで一発で混沌させた。やりたい放題だな。なぜか異様に手際がいい。はい、ノエムを無事に確保。撤退に入るよ。リナちゃん援護して。はいはい、女の子を泣かせる意地悪なお兄さんに教育的指導。ちょっ、うわ、ちょ、待って待って、撃たないで。っていうか、ムイミちゃんを横からさらうのは勘弁して。その子を回収するのが僕の仕事なんだけど。ごめんなさいね、それって私たちの任務でもありますので。目的が同じならあとは早い者勝ち。文句を言われても困りますよ、のろまな亀さん。はい、到着。ただいま。お家に帰ろう、リナちゃん。了解です、お姉ちゃん。マスター、撤退するので他の連中が追ってこられないようにオブジェクトを変更して。な、うわ、何？あの二人組を隠すみたいに周りの樹木が歪んだり地面が隆起したりしてるよ。魔法？こんな魔法ちょっと聞いたことないけど。寄せないでくださいまし。あ、うん、大丈夫ですから。落ち着きましたから、ハグは勘弁してくださいまし。すみません主様、動転してしまいましたけれど、こんなのはありえないのでございます。力
地形を変動させるなど神か悪魔にしか不可能なことです。私たちは今まさに神話に描かれるような奇跡のただ中に。おい、ごちゃごちゃ言ってる場合か。この辺は足場が脆い、崩れるぞ。早く避難しねえと、みんなまとめてお保つだぜ。うちらビースト族のギルドカオンに王家直属のギルドナイトメアのクリスティーナが殴り込んできたんです。こんな応募許しまへん。次回プリンセスコネクトリダイブ第2章レジーナ・ゲッシュ、もう一度君とつながる物語、ミラクルマホリンクルミンパー。はい、お疲れ様。ようこそ夢の世界へ。打足じみた幕愛の物語の中へなんてね。さーて、ついにあんたの物語が本格的に始まったわね。私も見てたけどさ、いきなり馬車が爆破されるし、変な連中に襲われるしで災難ね。てかしっちゃかめっちゃかね。あんたも急にドタバタに巻き込まれて訳が分かんないと思うから、約束通り私があれこれ補足してあげる。今回重要なのは無意味、またはノエムと呼ばれる存在ね。あんたはこの世界ではこの子とは初めて出会ったはずよね。他の子たち、スズメちゃんやシズルちゃん、マコトちゃんたちとはちょっと毛色が違ったでしょ。あんたにとっては今のところ意味不明なことをまくし立てる変な子って感じだろうけど、あの子はこの世界においてとっても重要な存在なのよ。この世界に渦巻く謎を解き明かす鍵を握ってるの。だからみんなあの子を追い求めてるのね。あんたたちはたまたま居合わせてあの子を手中にしようとする連中の小競り合いに巻き込まれたわけ。ご愁傷様よね。でもまあ、そういう風にトラブルに巻き込まれがちなのが主人公ってものよ。主人公って大変ね。ともあれ、この世界には謎があるわ。ううん、謎じゃなくて嘘って呼んでもいいかもしれない。大いなる嘘、欺瞞、誤謬、齟齬があるの。その嘘をみんなに信じ込ませつつ疑うものを排除していこうとする勢力がいる。それが今回オクトー君を裏から操ってた連中ね。逆にその嘘を看破し世界の謎を解こうとしてる勢力もいる。それが秘密結社ラビリンスっていう連中よ。世界の謎を解き明かそうとするラビリンスは、その鍵を握っているムイミちゃんを手に入れようとしてあんな風に襲ってきたわけよ。それで世界の謎を解かれちゃ困る勢力の先兵のようになってるオクトー君たちと激突したわけ。それが今回の出来事の構図よ。結果は今回はラビリンスの勝ちだったわね。ムイミちゃんはラビリンスに確保されてしばらく行方をくらませちゃうことになる。その後ムイミちゃんがどうなるかは現時点ではわからない。まあラビリンスは危険な集団じゃないし、さすがにひどい扱いは受けないって思いたいけどね。あんたもラビリンスのしずるちゃんやりのちゃんとは面識があって仲良くしてるでしょ。まあいい子たちだからそこまで非人道的な真似はしないはずよ。そんなあの子たちが強引に奇襲して誘拐するなんて強硬手段に訴えるしかなかった。そのぐらいムイミちゃんは重要な存在ってことだけど、だから当然ラビリンスと敵対する世界の謎を解かれまいとする勢力もまだまだ諦めないわ。今回の失敗を踏まえて今後はもっと大物を繰り出してきて派手に動くはずよ。オクトー君も余裕ありげに見えたし、まだ何か悪だくみしてるのかもね。気をつけなさい。あんたたちは災害じみた巨大な運命の流れに巻き込まれてる。油断すると
大事なものを簡単に落っことしちゃうわよ。慎重によく考えながら行動しなさい。まあそうも言ってられないぐらい次から次へとトラブルに巻き込まれるんだろうけどね。頑張って対応して生き残りながら世界の謎に近づいていきなさい。まずは大ピンチだったあんたたちを保護してくれる連中、マコトちゃんの所属する武闘派ギルド、カオンのみんなといろいろ話してみて。うん、あんたたち彼女らに保護されることになるから。カオンにはあんたの知り合いもいるし、まあ安心して身を任せてもいいと思うわ。最終的にどうするか決めるのはあんただけどね。私はあんたが困った時にアドバイスをするだけ。あんたが生きる現実に関わる権利がないのよ。だからあんまり頼りにされても困るけど、信じてね。私はいつでもあんたの味方よ。